あいつを打たせなきゃ勝てるって思ったら、やっぱピッチャー本気出すし、スコアラーも本気出してくるんで、大変な思いしてると思いますよ。打ちにくいの組み立てばっかりされると思うんでね。だからそういうの考えてもイチローとかすごいんだよね。あんだけヒット打ちまくって警戒されてんのに200本打ち続けんだもんね。とんでもないね、やっぱね。もうイチロー引退してからさ、イチローの恐ろしさばっかり気づくね。あの男ほんとすごいね。野球の神だね、ほんとに。ベースボールゴッドだよ、あれ。やばいよな、守備も走塁も打撃も。やばいよな、あれ。同い年にああいう選手がいたらさ、俺絶対プロ野球選手になったら絶対行くもんね。お願いしてでも、イチローくんちょっと一瞬練習させてもらっていい？つって。何考えてバット振ってんのとか、どうやってボールにアクセスしてんのっていうのひたすら聞きまくるもんね。イチロー選手のさ、バッティングってこうやってさ、構えててさ、スーってこう間を取って、こう、この手を出さないじゃない。ほんでさ、イチロー選手ってさ、こう構えてさ、なんかこういう風にこうやって打つじゃない？まあ最後の方はこう、もうこういう足あんまりこう上げずにさ、昔はこう振り子みたいにしてパシーンって打ってたけど、このなんか、ふんってこう、バットを加速させるんだけどさ、イチローの動き見てすげえなと思うのは、落合さんとかさ、バースとかさ、掛布さんとかみんなそうだけどさ、バットを構えてるところから、ピッチャーがテイクバック入って、一番後ろに球引いたところに一番テイクバックしたところを合わせるって言うんだよ、みんな。で、そこが合わせてタイミング取ってバットをこう動かしてプンって振り出すんで、で動かしてやっぱり重さをこう一回こう移動させて物理的なこう動作を作って動かすと準備動作が終わってる状態なんだよね、こうやってやると。でも止まったとこからこうやって準備するともう遅れちゃうから、動かしてもう動き出したものをヒットしていくんだけど、バットも軽くなるし、動いてるものは動かしやすいから、重さが軽くなってるから。だけどイチローのすげえとこは、止まったとこからこう反動とか使わずにそのままバット動いてないのに、ふんってこう全力のスイングに転換するんだよね。俺あの運動見て恐ろしいなこの人と思って。だけど練習のバッティング見てると、ほとんどホームランを打つんだけど、でフルスイングしてホームランを打つんだけど、その時もバットと手が動かない。その状態からフルスイングするっていう練習をバッティング練習の時にめちゃめちゃしてんだろうなと思うんだよ。ボールが来た、反動つけるとか、反動つけて勢いつけてガンって打つんじゃなくて、ボール来た、スッて入ってきたのに、スッてこう体とかじゃなくてバットそのまま振って出してボールのラインにバットを乗せるって作業が1 で、その作業が正確にできるっていうのを先に作ってあって、でその最小限の動きの強さを増すためにバッティング練習してる感じなんだよね。あれすごい賢いっていうか、ヒッチとかするとどうしてもバットが動くからラインをこう正しく取るのって難しくなるはずなのよ。わかんないけど、プロによってはいろんな高さに行きやすいからそうしてる人もいると思うんだけど、でも動かないところからボールのラインが見えたとか、手からこうライン引いてると思うんだけど、ピッチャーの手の離れる位置を必ずこう確認して、そこにバット出るところに構えてるはずな、イチロー選手とか。こうやってやって見るじゃん、なんかこうやってやって見てるじゃん、いつも。あれってピッチャーの肩なのか、プレート踏んでる場所なのか、それによってピッチャーがプレート踏んだ足の場所からどれぐらい離れたところでリリースするかはもうデータで分かってて、そのリリースする場所のラインがあの辺だろうなってところにこうなんかライン合わせてんのか、何か基準を持ってこうやって合わせてるはずなんだよ。でそこからこうやって必ず構えに入るじゃん。そしたらその手から離れたボールがストライクゾーンとか、まあ狙ったコースなのか何なのか分かんないけど、その辺に来るボールに対してそっからスッて何にもしないで、ピッチとかしないでバット出しても、なんかまっすぐに対してはそれで対処できる場所にセットしてんのかなとか、反動使わないで振り始めてもハードヒットできるようにセットしてんだろうなと。でも試合の時はやっぱ変化球とかコンビネーションがあるから、まっすぐがそこに来るとは限らないから、まっすぐがここに来るだろうなと思ってまっすぐが来た時にはホームランとか打ってるはずなの。そうじゃない時にそこから手を残しとくと、他のコースに来た時もそこにバットをチョンって出して当てることはできるっていう
まずまっすぐを反動なしでフルスイングできる状態を作って、それ以外のボールは反応できますよっていうバッティングなのかなとか思って、最近すごく彼のバッティングの映像をよく見てんだよね。ちょっと長くなりすぎて野球ね、ごめんなさいね。でそういうのをどうやってやってんのか、だから一回話聞いてみてえな、あの人何考えてバット振ってんだろうな、何考えて練習してんだろうな、あれ話聞いてみてえな。一生いろんな人が楽しめるエピソード作れるな。